おはよう、マリナちゃんです。ちょっとね、ヨータと一緒で行けると思ったら全く行けなかったので、次の日に回して別撮りしております。最近ね、ルンルンの動画をね投稿してなかったから、真面目すぎてさ、みんな死んじゃうんじゃないってさ思ってるさ子たちいるんじゃないと思って、今日はもうルンルンしたパワーをみんなに見せていきたいと思います。今現状ね、 SMG のウェルガンがさ結構ヤバみんなぐらいさ強いじゃん。2発キルもさできるのもやばいし、なかなかね AR で対抗するのもねきついところがねあるわね。でもあの武器は本当のね脳筋武器だから、撃てばね敵がね落ちぬ、ゴリ押しとかでさなんとかなっちゃうやつじゃな。そういうのに慣れすぎちゃうと、アプデでね弱体化した時に唐突にキルがさできないってことだよ、ゴリ押しできなくなっちゃうから。なので私はねそんな脳筋にも負けないシーズン2でもね輝けるんじゃないかってね、武器を実際に使って見せたいと思います。私のチャンネルでは最新情報やみんな知らない裏技やバグなどのね解説や検証をしたりしております。みんなの身近に起こったね困ったバグとかさ解決方法とかも出したりしておりますので、気軽にねツイッターやコメントでお願いします言うてよ。頑張って動画で解決方法をね教えますんで、私のことが気になったり好きになった方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。では本編どうぞ。さあ今回はプレイしながらね解説していくので、ところどころで説明が入る感じになります。とりあえず B に、うおーマジなので、言い忘れてることとかね結構あるかもしれないから、その時はねあと後付けでね小窓で出していきますんで、ちゃんと見て。今回紹介するのはOK ナイスヘッドショットいただき、これが強いのよ。AR 最強のね STG、 やっぱりね、ちょっと待って、これマジでさ説明しにくいんだけど、これだと何、今もねやっぱりプレシーズンだけじゃなく今も強い STG、 いろんな武器がさ最強最強って言うけどさ、あそこ壊してやると思ったのに。落ち着いてマリアンヌ、落ち着いて。現環境ね2発キルがね必須なわけ。危ない、ウェルガンなんかにもね打ち負けないの。危ない、遠距離でもね近距離でもさ強いからさ。ちなみに、とりあえずカスタムこんな感じ。出しとくって言っても、私今見えてないけど、とりあえずね、バレルはね2つ目のやつをさ選ぶ子結構いるじゃん。私も選んでた、ちょっと前まではね選んでたんだけど、危な、ね集中して。3つ目のやつもねなかなかいけるのよ。今ねほらこう見ててもらうと分かるんだけど、圧倒的ヘッショ率じゃない、これって実は頭をねなるべく狙うんだけど、狙うっていうか、上半身をね狙うんだけど、ダメージが3番目のカスタムだと78なのよ、威力がね。それってさ2発キル圏内なわけ、やばくない？これがマジで強い。結構ね頭当てるのは難しくないってね考える子がいると思うんだけど、意外にやってみるとなかなかね当たるのよ。それが当たる。ちょっと待って、C からさ来るやついいんじゃない、ちょっとマジで痛い、ほら見て、ヘッドショット行かないんかい。行きたかったけど危ない。ほら見て、今ほらやってるイエス、いいよ。ちょっとねこれはねバカだった。ごめん。でもマジでねこんな感じでねヘッドショット意外にね狙えるのよ。しかも初めにヘッド当てて、その後カッター
カータンって何カータンってかバイタルがないからもう本当に頭だけなんだけど頭だけなんだけどちょっとごめんエンクシーだったわ何頭に一発当ててからどっかに当てればいいわけだし意外にねいけちゃうのよねちょっとね本当に、まあ、マジな状態ごめんどうにかなったどうにかなったオッケーオッケーこのエフェクトやばくないちょっと雑すぎない見えないんだけど見えないこれもしかしてさっきさ私エフェクトのやついじったのあっぶな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 ナイスヘッショナイスヘッショ今日もねとりあえずいっぱいヘッショ取ってるから本当にモリモリでねこういう感じでねやっていくとさやっていくとね結構ねマジで1試合にね最高でね40キロぐらいねヘッドショットだったことあるマジで4つの項目終わったからねマジ、ま、このカスタムをね使ってた時なのよちょうど迷彩カーズをやってたのよねでそっからね普通に使ってっても大体平均してね20ぐらいは取れるようになって結構これやっぱ強くないみたいな頭狙うのさ難しそうに感じるじゃんね自分がピョンってピョンってほらピョンってね動くと当たったりするんだよ体胸上をさ狙ってるわけだからさ常にさセンタリングでねだからそこにピョンってね逃げながら打つと頭に入るんだよあとは普通に頑張って狙い続ける打って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 みたいなみたいなみたいなちょっと今のはご利用したけどね体に当たってもねあんまりダメージが入らないですねこれ今本当に終わったって説明しながら終わったって思うんだけど意外にほらねマジでいけるでしょいける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 ちょっと本当にナイスな軍用剣ちゃんだからさマジでちょっと待ってこれは過去を狙っていきたいんですけどどちょっと本当はね旗に絡みたいけど絡みたいけど絡みたいちょっといけるよいける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 いいよいいよいいよ15いけるいけるいいじゃんなんでそこにいたんですかまあそうよねシーリソだもんねシー置きしちゃうよねまあとりあえず兵士を取ってくわこれ後ろにいるいないびっくりしたこれね結構ねここにちょっと本当にマジなね久々な一発撮りだからってなっちゃったりもするごめん違うのよ最近さ生放送とかもさあんまりやれてないからさおしゃべりする機会がさなかったりするじゃんしたいんだよこっちだってしたいのお話ししたいこともいっぱいあるのいっぱいあるんだけどさルンルンとりあえず見せたくないってなったわけ最近私出してる動画さ真面目じゃん真面目じゃん結構真面目じゃないちょっとピン守りたくない解説やったりとかさ解説っていうか、まあ、検証ね検証結構私最近好きになっちゃってて、まあ、いろんなねバグがさこのゲームあるからさとつらすぎたまあねそのなんだろうバグがさ結構あるからさ、まあ、みんなもね困ってること多いと思うわけだからさ私も困ってること多くてでふとしたことがねこれどういうことみたいなのを聞かれたりするから、まあ、じゃあ私もやってみようかなみたいな、まあ、調べてみようかなってで調べたら案外出てくるのよただその答えっていうのはネット上にね大体出てないのよ答えが載ってないのだから結構ね時間かかるのよねなんだろう この前ねコメントでまあこれ動画化できてないんだけどワンちゃんのね、まあ、こんな感じで今多分出してると思う出してる予定こんな感じのコメントがあって犬の皮をかぶったっていうのがあったわけで何回かねもう本当に何十回ね軍用剣出しても全くそういうのが起こらないわけ皮をかぶるとかぐらいの勢いだったのただ相手の軍用剣が出た時にその子をねキルしたのキルしたらさ
その子がね、皮むけたのよ。皮むけた。どういうことって感じ。ちょっと本当にね、それね、ログができてなかったのよ、たまたま。あの、むけたの、その瞬間に。で、むけて、シェパーディみたいな。何なんだっけ、あの、犬。黒いの。黒くて大きいやつ。黒くて大きいやつはみんなの想像が違う方向に行くと思うけど、なんだっけ、警察犬のやつ。いや、でもそれシェパードよね。違う。もう、とりあえずこんなの。多分こんなの。こんなの出しとくから。多分出てるから。で、それが、パカーンになって、戻ったのよ。柴犬みたいな方にね。で、みたいになるじゃん。で、まだまだいっぱいいる。で、それが、皮をね、他の犬が、その皮を引きずり回してんのよ。わかる？引きずり回してんの。その皮を。軍用犬の皮を引きずり回して、端くり回ってるっていうバグだったの、それが。どういう意味か全く意味わかんなかったと思うんだけど、ちょっと絵に描いたらこんな感じかも。私苦手だからもしかしたらあんまり分かりにくいかもしれないけど、とりあえずね、寄生獣みたいだった。寄生獣みたいな感じだったマジで。そんな感じだった。ちょっとね、見せられないのは本当に残念なんだけど、ちょっとマジで終盤戦だからさ、結構やられてる。これマジな解説してたら普通にやられてないね。マジな解説になってたかな、わかんないけど、あんまりいつもよりね、ざっくりとした説明でごめん。いつもはね、ちゃんとね、メモってそれをちゃんとまとめて読んでたよ。ちゃんとした解説するぞって時はね。今回は普通にね、実況しながらやろうと思ってるから、とりあえずヘッショーを狙いながらね、真面目にやってんの。指はね、マジでヘッショばっか狙ってるような感じ。指と目と脳はヘッショのことしか考えてないから、言葉がね、若干ね、足りないのよね。なんで下打ち、なんで、確実にしてるわよ。挨拶ありがとうございます。でもね、この勝負勝ったから、マリナちゃん勝ったからね。とりあえず B に行きたい。どこ、あれでもここら辺になんかあったっけ、だと思ったんだけど、とりあえず勝利。イエーイ。はあ、なんかね、お酒がね、足りんのよ。今ね、 70% ぐらいのね、パワーでね、頑張ってるからさ。70% でごめん。ちょっとね、昨日のね、テンションがね、150% ぐらいだったんだけど、さすがにね、エイムがね、合わなかったのよね。もうね、グリングリンすぎてさ、ひたすら笑っちゃってさ、おしゃべりが、バカの会話、チンチンで笑ってるやつと同じ。そんなレベルだったの、ごめんって。はい、もうエンディングいっちゃいます。とりあえず犬の件はごめん。私の絵の力がどうにかなってくれることを祈っております。マジでいやー、私あんまり絵が得意じゃないから、どうなってるかマジでまだわかんないけどさ、とりあえずね、こんな感じで私はウキウキウキやってますので、ぜひね、楽しんでもらえたら、ぜひチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。本当はね、もっといつもギュッと、いいとこだけね、ちゃんとギュッとね、まとめてちゃんと言ってるから、こんなことはなかなかないから。でもウキウキの場合こんな感じになるよっていうのは、ね、見せたかったのよ。最近配信もしてなかったし、そんな感じ。とりあえずちょっとね、今回ね、試合も長引いちゃったから、長くなっちゃってると思うけど、ここまで逆に見てくれてる子はね、本当にありがとうございます。みんなね、いろんなコメントとかくれてね、マジで感動してるから、またどこかで会いましょう。ではみんな、バイバーイ。